よいしょこらしょ、よいしょこらしょ。みなさん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。味噌汁チャンネルの味噌汁こと石川理恵です。本日もよろしくお願いします。さて、今日も龍が如く4をプレイしていこうと思います。ちょっとね、体調を崩してしまって金曜日ぶりなんですが、前回の話の続きをやっていこうと思っております。コメントの準備をね、いそいそとしているのでお待ちください。ちょっとごめんね。おっと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 
はい。さあ、前回までのストーリーなんですが、第1部秋山俊編が終わりまして、登場会のこととか柴田組のこととか上野清和会のこととかでもうごたついて、ごたついてたのよ。でリリさんっていうお金を貸してほしいって秋山さんのところに来た女の子が、もう柴田組とね関わりがあるんじゃないか、清和会と関わりがあるんじゃないか、殺人を犯したのはリリなんじゃないかみたいな感じで、まあ、謎が深まって終わったところでございます。で、今日は冴島大河編がの途中から始まります。で冴島大河が、笹井組の和歌集で、25年前に上野義晴を、まあ、上野清和会を潰すために襲撃しました。でその時に18人を殺した罪で死刑囚となっていたんですよね。で真島の兄貴とは兄弟分だったんですよ。まあなんかちょっと龍が如くゼロの時に不穏な雰囲気だったあの過去の話ですね。でその刑務所を脱獄する中で浜崎と出会いまして、あの3の時の最後にね桐生さんを刺した浜崎なんですが、浜崎があの25年前の襲撃の事件後、笹井の組長が責任を取って引退して笹井組解散しちゃったぞと。で柴田組が直系に昇格して上野清和会も潰れずに登場会の親戚関係になっとるぞという話をしたんですよ。でそれで冴島大河はなんでやねんってなって脱獄を決意したと。で脱獄した後浜崎の遺言にあった通り桐生さんを訪ねたところ、まあ一悶着あってで桐生さんからお金とかを、まあ、ちょっと借りて神室町に戻ってきたよというところから話が始まります。では行きましょう。第3章空白の25年。これがカムロ町か。いったー、ぼーっとしてんじゃねえよ、おっさん。どないなっとんねん、この町は。25年ぶりのカムロ町か。笹井のおやすさんを探さな。まずは笹井組のあった場所に行ってみよう。あ、笹井を探すところから話が始まりました。リーバイスさん、サナターシさん、マコトさん、リリーさん、リーナさん、ブシちゃん、ケイさん、光の戦士、ヤズキくん。あー、職質する巡回タイプと見張ってるケイラタイプ。走って移動すると見つかってしまうから、見つからないように行かなきゃいけないんだ。じゃあ歩いていくか。ライトくん、たかすさん、ケンプリンさん、ラインハルトさん、小僧さん、岩村さん、風丸さん、や、あやとさん、うっそさん、すねちゃまさん、マイクワゾウスキさん、くたびれうんとさん、岡島さん、ひすいさん、ごうきさん、道島どんさん、
アルビン・ドゥランクスさん、シャレオズ・ジョニーさん、ハズキさん、こんばんは。お、青い丸は経験値もらえるから話しかけよう。喧嘩できる口近い俺もよ。この前ちょっとチンピラ乱闘になっちまったんだよ。喧嘩早々に石ころ飛ばしてきたら、これがクリーンヒットしてさ。おー、三角で武器を蹴ることによって、へえー。クリスさん、こんみさ。シャラスジョニーさんも、こんみさ。ハズキさんも、こんみさ。進んでるよ、そりゃ。さてと、こんなに全部歩かなくてもいいのか、もしかして。てってって、走ってみる。走ってみるよ。警察はいない。あ、誠くん、いつものワンちゃんありがとう。えほありがとうございます。そのお金で私はお茶を飲むね。ありがとう。なんだあれ、怪しいぞ。怪しい男がいる。なんなんだ、なに、何事もないだと。あ、話しかけられた。ヤスキくん、いつものグッドありがとう。ありがとうございます。まる、やっぱこうじゃなくちゃな、カムロ町はよ。確かためでこれが入る。あ、なんかキックがどうのこうのって言ってたな。おわ、パワー系だわ。めちゃくちゃパワー系だな。楽しい。ビビってんじゃないよ。ビビるじゃないの。最初から来んな、この野郎。マウンテンバイク、よいしょ。ナイス。スタジーさん、こんばんは。安部さん、こんばんは。コージさん、こんばんは。ディエニー、アメリアさん、ヒロさん、こんばんは。よし、1万円いいぞ。お金ないからね、助かるね。あー、食べさせてやるか。なんかちょっと食べさせてやるか。今カツアゲしたお金で。何、食らってないから食べられないのか。ごめん、サイジマタソ、ごめん。焼肉食いたかったやるの。なんか落ちてる。カギカギカギじゃないか、これは。プラスチックのゴミ、ふざけんな。なんで冴島の時はゴミなんだよ、拾えるのが。おかしいだろ。何、まさか逆サイから入るのか。あ、ここか。お、この辺りに支え組があったはずや。もうあたかたもなくなっとる。ちょっとええか、昔この辺りに支え組って組事務所があったんやけど知らへんか。あ、ケンポンさん、こんばんは。浅野さん、こんばんは。闘争閣下さん、相当閣下さん、こんばんは。デコプさん、こんばんは。20年とか30年とか前の話だよな。この辺りはちょくちょく筋門が集まってたな。多分それや。で、組長とかはどこにおるか知ってたりせへんか。さすがにそれはわからんな。ただ徳さんなら知ってるかもな。徳さん、それは誰や、どこにおるんや。徳さんはまあホームレスだよ。カムロ町に住んでもう何十年にもなる人だ。カムチカにいるよ。なんでそのデパチカ。カムチカに行け。なんだここ。あ、ワークス神山、こんなところにあったんか。沖縄だが、へえー。
高いね。またどうぞ。龍が如くファンアールタさん、こんばんは。初見ありがとうございます。よかったら楽しんでいってください。チャンネル登録もよろしくね。いおりさんこんばんは。キノコ販売店だったんだ。ゼロの頃にはな、そうだよね。え、ゼロって10年前とか、このこれの何年前ゼロって。え、ゼロの時はだってもうさ、真島さんと冴島さんの18人殺しの事件が過去だったもんね。そっちか、はあっちから行くんか。タクシー乗ってちゃう。プー、あ、チュートリアル軽減長おじさんいた。貴重なものはまるで見る。オッケーオッケー。四角いところはまるで吐く。なんだ、不当って どういうこと。不当に行けんの。チャンネル登録済み、ありがとうございます。ピカリーさん、こんみそー、こんばんは。あ、22年前ぐらいがゼロか。さてと、さてさてさて、地下に降りるぞ。あれ、地下に降りるの、おか。あ、なんか倒れとうな。うわー、新宿っぽい。さあ話を聞く人、いたいたいた。なあ、あんたが徳さんか。うん、ああそうだが、なんだお前さんは。俺は冴島いうもんや、ちょっと昔のカムロ町に詳しい人を探しててな。ああ、もう30年くらいになるかな。そうか。なあ、支え組って知ってるか。組事務所だ。組事務所が西公園前にあった。これでどうにかならんか。くぅ、酒買ってこいってことか。あ、バーあんじゃん、ちょうど。いらっしゃいませ。え、あ、飲むだけか。あ、あ、あ、飲むだけだった、ここ。バイバイバイ。やっぱ、あ、一杯ですごい乗ってる。久々の酒だからかな、これ。なんかコントローラーがさ、ブルブル言うとるから、むちゃくちゃ酔ってんのかもしれん。ドンキあるっしょ、ここに。お、ちなみにやったことある龍が如くは0563なんだ。あ、じゃあこれ初めてじゃん。一緒に楽しもうよ。0563興味。なんかわがまま言われるとムカつくから、カエルだけ買ってこ。どうせあいつなんかあーでもないこうでもないっていうか、ミド食ってる。何？いや、あのおじさんはつまみも食べたかったって言うかもしれん。なんかつまみになりそうなもんないか。つまみになりそうなものないな。醤油ラーメンでも買ってってやるかな。まつみんさん、こんばんは。
よし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 。絶対なんか言うから。酔っ払って喋れなくなっちゃった酔い止めとか言われてもいいように酔い止めのやつも買ったし。あ、チュートリアルおばさん。よしよしよし、そういうことよ。来るぞ来るぞ。なんか支え組か。支え組はもうない。構成員もちりぢりになってしまったようだ。悪いが支えのことは分からんな。そんなにがっかりするなよ。そもそも極道門の動向なんておわぴらになるもんじゃないだろ。力になれなくてすまんな。ゆかりが何、深読みしすぎただと。何、ホーパサさんこんばんは。ちくしょう。深読みのしすぎでした。警察か。警察じゃない。警察か。警察じゃない。そこの悪い。はあ、ストレス溜まってんの。みんなはストレス発散方法何する。みんなのストレス発散方法は一体何ぞな。お腹いっぱい食べる、いいな。大食い、わかる。やけ食い、わかる。チョコはわかんないけど、わかる。走る、いいね。走る、えぐいな。健康的だな。やめておこう。体に毒だ。ごとくで雑魚倒しまくる、確かに。ショーパブ？逃げ切ったんだ。え、今ので逃げ切れることなくない？どういうこと？びっくりした。なんだよ今の。冴島も生きていくの大変だな。どうにか無実にならんか。こっからボランティアに付き合ってもらえます。サブストーリーはないけどやたら絡まれるな。確かに冴島はある意味仇だもんね。もうね、よく考えたら死刑囚を仇と言っていいのかわからないけど敵だもんね。グピーさんこんばんは。タウリナーもらえた。オルピー。さてと、ゆかりの地、ゆかりの地。なんで。なんかさ、よく勘違いされんだよね俺。起動。俺さ、いわゆるチンピラ風の見た目じゃない。
だからいつも舐められるわけ。でもさ、俺一応あの新井の兄貴の射程やってんだよ。弱かったら務まんねっつの。やるやん。俺なんか簡単に生け捕れると思った？アメンだよ。あんたら本家柴田組もさ、そんなんじゃいつまで経っても新井の兄貴は捕まえらんないぜ。おい、なるほどね。話がつながってきましたよ。お前今柴田組って言うたか。あんたは。俺は元東条会支え組の人間や。支え組？あんたが倒したこいつら全員柴田組の連中なんか。ああそうだけど、あんたその筋の人間か。は？まあそうですけど。どこの組や？え、いや、その東条会っていうか柴田組だけど、なんで柴田組の人間が柴田組とやりおったんのや。え？いや、ちょっといろいろありまして。組、抜けた報復が。いや、そういうわけじゃないんですが、元柴田組の人間やったらちょうどええ、あんたに手伝ってほしいことがある。なんですか？笹井の親父の行方、一緒に探してくれや。お、あ、おら、え、勘弁してくれよ。こっちはこっちで忙しいんだ、おっさん。くそ、ここで木戸とつながるだ。何、何ボタンで走ったりするんだっけか。よしよしよし、それは予想してた。これもどうせ、あ、届かねえ。当たんな。あ、取れない。これか。あ、そういうことね。拾うのが丸か。はい。あれ、むずいな。意外と当てるのむずいぞ。はい。はい。どこだ。え、なんか足早なってない？なんか足早なってない？なんで？どうやったらそんな速くなるの？何？どういうこと？どういうこと？あ、届かねえ。あれ？どこ行ったの？いたいたいた。早すぎじゃない？さすがに。拾って投げて、当たんな、当たんな、当たんな。なんかダッシュないんだよね。ダッシュできたのかな。情報が欲しいだけや。頼む、俺に力貸してくれや。あんなに親組織から追われる羽目になったわけか。それで新井って男はまだ見つかってないのか。ああ、探そうにも柴田組の連中を追いかけてくるわ。秋山さんには頼れないわ。でこれが一向に進んない。その秋山って金貸しは無事なんか。ああ、秋山さんは大丈夫だよ。スカイファイナンスは警察が張ってるからね。柴田組の連中も浮かずに手は出せないでしょ。警察が顔色悪くなったみたいだけど、 いやせやな、警察が張ってんね。てんのやったら安心やな。あ、そういや、おっさん、さっき支え組がどうの言ってたけど、あれって何？
東条会系支え組25年前支え中男が張ってた東条会の三次団体や。うちの金村工業と一緒や。25年前まで支え組と柴田組は東条会の三次団体としてカムロ町でしのぎを削り合ってた関係なんや。当時柴田と俺の親父は東条会の直系昇格をかけて争っていたんや。同じ組内で権力構想、なんとかして親父を直系に上げたい男にしてやりたい、そんな気持ちであの襲撃事件を起こしたんや。襲撃事件、殺しや。俺は東条会と敵対していた上野平和清和会の総長上野義晴と幹部組員を襲撃した。都内のラーメン屋でな。それってもしかして知っとったか。あれはな、俺の仕業や。ちょっと待ってよおっさん。でもあの事件で18人だかを一人で殺したっていう伝説の事件じゃん。伝説か。実際はそんな格好ええもんちゃう。俺は親父が直系人になるのを信じて捕まった。死刑も覚悟の上や。せやけどいつになっても迎えは来んかった。今の今までな。あの脱獄してきた、つい数日前にな。悪いな、驚かせてしもて。せやけど俺はどうしても死ぬ前にこの目で確かめたかったんや。何を笹井の親父が本当にこの町から消えてしもたのか、それに真島の兄貴が本当に俺を裏切ったのかをな。ちょっと待な。待ってくださいよ、話がでかすぎる。もしあんたが本当にあの冴島さんだったとしても、そんな事件の協力俺はできませんよ。あ、椅子の下に光ってる。どうしてや。だって俺は弱小三次団体のチンピラ、それに今はその親組織からも狙われてる存在なんですよ。そんな俺に何をどう協力しろって言うんですか。別に大したもんは期待しとらん。え、人を紹介してくれるだけで。人、ああ25年前のカムロ町のことをよく知る人間、それもできれば正確な情報を持ってる男。あ、一人います、一人いますよ。伝説の情報屋です。それじゃあ。おー、さあ気になってきましたよ、話がどんどん。いちさんこんばんは、りふさんこんばんは。話が結構さ、主人公が変わったけど、こう時系列的には進んでいて交差していくんだね、いろんな状況とか話とかが。すごいな。さっきの鍵取れんかったな。別の角度から見た話というか。秋山さんは今警察に囚われのプリンセスだからな、自由に動けんやろから。あ、エスカレーター降りれるようになってる。よささんこみそ、いやシナリオすごいわ。確かに。でも若干さ、真島が裏切ったと思ってるけど、裏切ってないかもしれないという可能性もちゃんと考えてるんだね。いいぞ。ポコペンさんこんばんは。そうです。そっか、花屋のこと知らんのか。警察が多いのか、大変だ。じゃあ行くか。何？確かに主人公が複数人いる面白さもあるし、名作っていう意味もわかる。何？持ち物持ってこれたのか、もしかして。
持ってくれよかったな。あれこの辺鍵なかった？よしよし。あ、地下1だ。サイゼマは地下で拾えるのか。あ、チュートリアルおじさん。アーケードマシン1万円。無理すぎるが。なんかパワーアップしてくれるんだ。へえ。まあちょっと後でお金が貯まったらにしよう。ここに来るのはファージットでしょ。そういうのってあんた猫好きか？猫か。しかし、手なずけてみないか？やってみるか。猫ちゃん。へえ。子猫の鳴き真似をする。に、にゃあ。あ、かわいい。添え島かわいいじゃん。牛乳かな。あ、自分で買ってくるシステムですね。へえ。カムチカで金拾ったんだ。1000円。クソガキがかっぱらいやがったんだ。子供のスリが出る。サブクエ的な感じか。ともひろさんこんばんは。まあ一旦牛乳だな、この感じは。あ、なんだ。あんた、ちょっと来てくれ。なんだ。ホームレスさんたちとの思い出作りパーティー始まってるんだが、私ちょ待て、備えに慌ててどこに行くんや。それはそう、千人が死んでしまう。何、千人が死ぬってどういうこと。千人が死ぬってなんや。ここらじゃ有名なジンさんの穴なんだよ。下水の奥でずっと穴掘ってるじいさんだ。とにかく説明は後だ。こっちに来てくれ。行くか。サイズマ珍道中始まった。マンホールこんなところから入るんや。すごいところにいるんだな、いろんな人が。うわ、すごい汚い。なんだこの施設。あれを見てくれ。おいじいさん、正直に話してくれよ。俺たちもお年寄りに乱暴するのは嫌なんだぜ。なあ頼むよ。なんだ、埋蔵金。さっさと帰っとくれ。あ、千人ってあのおじいさんのことか。ようわからんのに巻き込まれてますよ、私今。
こいつをまとめて下水流したくれ。これメインストーリーなの？そうでしょ。でもなんか変なものほどメインストーリーだからな、このゲーム。私は学んだ。おかしな強制ストーリーほどメインストーリーなんだから。学び。ワンツーが一番強そう。いいね。メインに組み込まれてるサブね。猫がメインだろ、どっちかっていうと。ありがとうな。これ金作のあれか、もしかして埋蔵金って言ってたから。千人無事か、怪我はないか。ああ、お前か。大丈夫、わしは元気じゃ。そりゃよかった。一時はどうなることかと思ったよ。あんたありがとうな。本当に強いんだな。あんたの名前は西島っちゅうもんや。あんたらは。俺はケンちゃんって呼ばれてる。こっちは千人。なんで狙われてたの？大事なものを探してここを掘り続けとるんじゃ。おー、大事なものって何？へー、そんな勝手に掘ってええんか。25年前穴掘り手伝ってもらえば。おー、いいよいいよ。25年前に定評のある沢島、手伝ってやろう。モティさんこんばんは。みそちゅうさんこんばんは。こみそあなたにヒントさんもこみそありがとう。典型というものを知ってる。あ、出た。何？ハンマーとのみ。木彫りでこういくの。典型きた。マジかよ。なるほどね。金作的なのじゃなくて典型のサブクエだったんだ。サブクエっていうかメインのあれなんだ。よくわかんないけど掘ってみよう。溜めて叩くと一気に岩を割れる。はい、よくわかんないけど始まった。掘り進め。割れるの。なんか謎なんだけど、連打で合ってんのかこれ。なんか溜めるとどうのってあったけど、溜めるとかないけど、なんだこれ。四角しかないな。四角以外ない。四角連打が正しいのかこれ。いや、チャージ攻撃とかない。なんか取れるのかもな、アビリティで。いや、三角押してもね何にも起きない。ほら、あ、起きた。あ、矢印入力があるからダメなんだ。なるほどね。あ、理解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 。エンコのマエストロスさん、こんばんは。なんだこれ。
防空壕。へえ。なんかある？なんか発見した。看板。第一防空壕。へえ。兵法書。格闘術について。おお、なんかこれをやると何かが覚わるんだ。へえ。何かが覚わるらしい。なるほどね。またやりに来よう。さてと、どうやって上がるかはわからないけれど、なんかある、なんかいる、なんだ、なんか食っていくか。ポイント、地下でポイントが貯まるってこと、なんだそれ。マジ不思議なところに来てしまった。ゴミが22,000トン。ゴミが。あんたは誰でここで何をしとるんだ。エコ太郎。ゴミ。ああ、もしお前さんが街でゴミを拾ったとする。あ、ゴミ持ってる持ってる。プラスチックのゴミ拾ったよね。ゴミを鑑定。ほら、125エコ。それが何になるんだ。エコショップ。何、スタミナ X 変えた。めっちゃ嬉しい。ゴミ拾い大事だね。了解。ゴミ拾いゲーム了解。秋山って人が阻止した。おー、秋山のことを知ることができるんだここで。あ、そうそうそう、伝説の情報屋。さてと、上にでも上がりますか。なるほど、もうちょっと聞きまくれって言われた。足りないと。ああ、そう。あ、隣の人か、この。あ、サイの花や。いまいち居場所は分からんのよ。心当たり西公園、トイレの一番奥。オッケー、情報満タン。上に行くぞ。え、こっから出られないって言われた。なんだよ。いや、ゴミがアイテムに変換できるのありがたいね。結構ゴミ拾い何かと思ったらスタミナ X になるのは美味しいな。だいぶ。うまうま、チュルチュル、うまうま、ドゥクドゥクドゥン。
ペリカみたいな単位、確かに。さあ花屋に会えだって。真島の誤解が解けてくれるといいな、本当に。真島組に佐伯が入ってさ、私さ、すごくない？頭回ってなさすぎでしょ。真島組に佐伯が入って、もう何のゲームやってるんだ。真島組に佐伯が入ってさ、なんだこのお姉ちゃん、すんごい格好してる。警察はおらんかね。そこの悪い。来たー、さっきも喧嘩売ってきたところにいた人がまた喧嘩売ってきた。行くぜ。ほいほいほい。なんか拾えるかな。拾えたー。よいしょ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 。パンチパンチ極み。極みってさ、その昔からあったんですか？最初期の1？極みじゃなくて1からあったんですか？極みという制度が。確かに佐伯も組にいるかもな。あ、どっかの組には佐伯いるだろうな。てか真島組にいそうだわ。佐伯いるだろう。そこにまたゴミ落ちてるかも。ここゴミの宝庫です。きたー、プラスチックのゴミイコールスタミナ X。 チュルチュルうまうまカレーうどん、チュルチュル若シャチやってうまうまチョロチョロうまうまドクドクドン。ここムービーでしっかり見るのって珍しくない？なんか、あ、閉まってる。顔顔。顔。なんかこの辺にいないか知ってそうな人。情報が結局、あの人に聞いてみよう。はい。詳しく知ってそうなホームレスを探すってことか。あ、またゴミ落ちてる。あ、コインロッカーだって。ガチでローラー作戦だ。金属のゴミ、ポイント高そう。ゴミ見つけてこんなに嬉しい気持ちになるなんて。多くない？この通り沿いとかめちゃくちゃホームレスの人いそうなのにな。意外といない。あ、ゴミゴミゴミ。あ、いいじゃん。チュートリアルおじさんだ。タクシーのチュートリアルだ。嬉しい。戦わずして得る経験値。うまうま。宝の山や。さてと、この通りにはいなかったから。でも
みそちゃんのゲーマーの勘が言ってる。あの入り口の近くのどこかを歩くと何かのフラグが立つに違いないから、一回戻って西公園から下に降りる道とかで何かフラグが立つはずなんだ。こことかね。まあ一旦あの緑のやつとかに聞いてみようか。これ焼肉だ。うざけやがって。さっき聞いた聞いた聞いた。ここか。あ、これ海外のアジア街だ。日本語じゃない言語を喋らんとかいんとこや。この辺でなんかフラグが立つんだよ、きっと。何？何？さっきのポイント屋に戻るのか、もしかして。ポイントのところってどこだっけか。ポイントのところってどこだ。マップ、サイの河原って出てるからな。あれ、ゴミ捨てのところどこ。しらみつぶしか。ホームレスの人が情報を持ってるから、ホームレスの人がいそうなところにちょ行ってみるか。地下にポイント交換のお店どこだっけ。ポイント交換のお店どこでしたっけ。ちょっと誰か助けてください。どこから入りましたっけ、あそこ。地下のどこだ。普通に地下に行けばいいのか。まあ、ちょっと地下行ってみるか、歩きながら。ミレミタムママミレニアムタワーの地下。現実ならペットボトル5本で1ポイント。確かに。なんか最近ポイント少ないよな。ないよりはいいよね。でもさ、なんかいろんなポイントカードが併用して使えたりするじゃない。なんかペイペイも溜まって、7個も溜まってみたいな、 D ポイントも溜まってみたいな。なんかポイントの管理って大変だから。全くミルちゃんは、ミノちゃんが続けてるポイントはちょっと前まではヨドパシだけだったんだけど、もうアマゾンだけよ。アマゾンだけ、ガチでアマゾンだけ。アマゾンポイント貯まるんだって知らなくて。そう、ポイント増えすぎてちょっとしんどいよ。しけてんな。ミレニアムタワーのところに行って、あ、やばい、逃げろ逃げろ逃げろ、やばいやばいやばい。そこの君言われてる。ミレニアムタワーのどこだ。まずいまずいまずい。あ、追われてないもん。あぶねえ。指もつけてほしい。いらねえだろ。これで地下に行って、あ、ミルク買ってくればよかった。あ、これね、忘れてた忘れてた。ミルクのことも忘れてた。ごめんごめん。
なんかすごいどんどん地下に来れちゃうけど大丈夫そう？コインロッカーだ。やべえ。もう無理かも。あのゴミのポイント屋さんにもう戻れないかも。ゴミ拾ったのにゴミのポイント屋さんのところもうわかんないし、ここどこ。なんかなんかわかんないところに来ちゃった。一周した。なんか前に進んでると思ったら一周して戻ってきた。罪ジジイ体ありでした。ジジイ罪です。どここれ。あ、ミレニアムタワーの階段の上のマンホール。タワーの階段の上のマンホール。あー、ゴミ拾いのところ行けない。あー、もうダメだ。もうダメなんだ。もう二度と行けない。1ミリも浮かばない。ここかもしれないという発想が1ミリもない。もうダメだ。秘技方向音痴である。これミレニアムタワーでこれじゃないっけ。あ、左か。ミレニアムタワーってこれだよね。これでしょ。階段の上のマンホールってなんだ。ここか。あった。はっ、あ、ダメだ。もう行けない。うーん、行けないよ。中留さんこんばんは。死んだ、俺死んだ。ふう。ブレアさんこんばんは。さてどうすっかな。散策だな一旦。散策をして次何するかというか、その見つけなきゃいけないんだよねきっと。あ、死んだ。よいしょ。うお。先輩りょうさんこんばんは。タフネス GG もらいました。ホームレスさんがいそうな場所か。話を聞くんだもんね。知ってそうな人に話を聞く。絶対関係ないしな。前に人いるのに。公園に行ってみるか。ねえ、行く場所丸つけてくれればいいのに。
ヤングマンさん初見こんばんは。前回から見てまして楽しそうで何よりです。ありがとうございます。チャンネル登録よかったらしてください。あ、もうしてくれてるかな、ありがとう。公園に行ってみるか。一旦座ってる人ガン虫。やっぱ公園だよね。あ、情報屋さんとかさ、ここにいるけどあんま関係ないか。ほら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 、ほら、死刑囚は宇宙人、警察自衛官は否定、3メートル80センチ。やばいやばいやばい。やばいやばい、僕僕僕僕。僕だよ。捕まっちゃうよ。逃げて。確かに猫ちゃんのミルク。あ、なに、やっぱ公園の前で何かは起こるから。まあ、極道者やろの人前で何しとんねん。俺が悪いんです、自分が悪いんです。何があったんや。上納金残り50万円。ヤクザの揉み事って感じ。あんたは、俺もまあ昔極道をやった男や。そうですか、さぞ名の知れた極道者だったのでしょうな。さっきはなんであんなガキに殴られてたんや。まったくお恥ずかしいことながら、私も片桐の兄さんも天界中通り裏に事務所構えた組の者なのですが、滞納している組への上納金待ってもらえるように片桐の兄さんに頼んでたんですですが、それが気に食わんかったらしくて。おー、出世頭。ヤクザの世界も金次第っちゅうわけか。金の稼げんヤクザは時代から取り残された組の荷物なんです。そんなことないやろ。あんな青病ったん一発殴ればしまいやないか。そんなことはできません。片桐の兄さんのおかげで組にも大きくなりました。経緯はどうあれ、今は片桐さんが兄貴分、弟分が兄貴分に手を挙げるのを仁義に背きます。いい、いい人じゃん。のこのこね、着物そった金金金、世知辛い世の中やで。おお、展開中。あ、チュートリアルおじさん。おお、マンホールの中に隠れられるんだ。デッドバイデイライト的な、ああいうなんかそういう感じの。なんか怪しげな人がいるぞ。あとなんかこの辺に鍵あったよね、なんか光ってた気がする。あったあったあった。何、何、拾えない。何、拾えないだと。ゴミが私の、あ、来た来た来た、柔らかいゴミ。何、何ゴミな、柔らかいゴミって。あ、ここもゴミ拾えるのでは。柔らかいゴミだ。これマンホールに入れるのか。あ、入れないんだ。ダメだ。山中美乃香さんこんばんは。加蔵織昌司さんかな、こんばんは。富山村さんこんばんは。サブクエだったのかこれ。なんとか通りのどうのこうの言うてたけど、なに、
しょ。公園に行けば何かが起こると思ったら、特にメインストーリーではない何かが進んだだけである。もう一個あったよな、公園。第三公園行って、児童公園行って、もう一個なかったっけか。ないか。あ、やっべ、警察警察警察。さてと、逃げ切ったかな。オッケーオッケー、よしよしよし。チェイスが始まる前に逃げればいいんだ。どこだろう。あ、なんかぜーぜー言うてる。飛ぶ病、あ、こいつさっき倒したやつか。どうしよう。これ探索してたらいつか見つかるのかな、次に行く場所って。やべ、ショーパブの話やんな。おい、そこの君、どうすっかな。話せそうな人もいない気がする。あ、チュートリアルおじさん。なんかヒントください。どこに行ったらいいか全く簡易目見当もつかない。なんかヒントくれください。ヒントくれざい。これきついよ、見つからないかも。ありがとうございました。Give me a hint。 どこで何をしたら進むんだ。地下のなんかホームレスに聞いてみるか。あ、こいつスリのやつだ。中腹通りの M ストア、オッケーオッケー。なんかサブストーリー始まった。まあ力づくだろう。あ、ダメなんだ。麻酔払うか。地下駐車場。石橋さん、こんばんは。あ、酔いそう、ぐるぐるしてたら。鍵だ。おい、ちびっこ、どこや。
竜が如く4、これだけがきついな。あ、いた。1枚2枚3枚あのおっさんしけてんな。盗んだ金返してもらうぞ坊主。おとなしくせえ、他人のもん盗んだらあかんって親父に習わんかったんか。ちょっとついてこい。メインストーリーで迷うよね。わかる。ただし2年前に交通事故で死んだ。うん、一人ぼっちじゃない。お姉ちゃん、お姉ちゃんがいる。あきこ兄ちゃん、姉ちゃん暮らして変な会社に借金取りに連れて行かれた。父さんの借金の肩にって。父さんと母さんが死んで養護施設に入ることになったんだけど、親戚がいる人は養護施設に入れないって言われて、それで姉ちゃんと一緒に田舎のおじさんの家で暮らすことになったんだ。親戚とか言ってさ、あいつら最悪だよ。姉ちゃんのこと借金取りに売りやがって。1年前、東京から田所っていう借金取りがやってきて、父さんが借りた500万を返せって。金がないなら姉ちゃんを借金の方によこせって。それでお前んとこのじいさんを姉ちゃんを売ったのか。姉ちゃんもこれ以上おじさんたちに迷惑をかけたくないって。重た。え、あ、やす子は妹なんだ。嫁じゃないんだ。嫁かと思ったわ、やす子。なるほどね。妹か。え、嫁かと思ったよね、私も。マスヤさん、こんばんは。借金取りがやれっていう仕事なんて俺にできるわけないし。なんだよ。妹だけは俺が守るんやってがむしゃらにやった。でもな、俺はガキやった。結局警察に捕まったりチンピラにボコボコにされて、妹と別れて暮らさなあかんって時があったんや。ガキの頃なんで強いっちゅうてもたかが知れてるせやけどな、そんな俺と妹をある人が助けてくれたんや。俺と安子はな、その人のおかげで一緒に暮らすことができたんや。ささいか。これがささいか。なるほどね。これをやらないとわかんないじゃん、関係値が。さてと、暴力で解決しよっかな今日も。今日も全ては万事暴力で解決。基本的にさ、全ての RPG は暴力で解決してるよね。なんか悲しいけど、冷静に考えて、竜が如くも FF もドラクエも、基本的には暴力よ。ポケモンだってなんかさ、まあ、ポケモンバトルはちょっと違うけど、途中で出てくるさ、ロケット団との戦いとかも結局はなんか代理戦争だもんな。暴力の代理戦争よ。ポケモンを瀕死にさせてね、病院送りにしたら勝ちやから。冷静に考えて、とんでもないゲームですね。よいしょ。サエジマはさ、バイク持てるんだね。バイク持てなかったよね、他のキャラだと。ヨさん、こんばんは。さ、今日も暴力で解決解決。そう、得てして大半のゲームは
暴力で解決する。話し合いで解決するゲームってなんだろう。弾丸論破。弾丸論破はまあ話し合いか。間違えた。あ、逆転裁判ね。お前が田所か。この坊主のことでちょっと話がある。せやな、礼儀知らずなやつには何をやってもええって教わられたら。この坊主は知ってるな。お姉さん思いのただしくんじゃないか。それじゃあ何の用かな。俺がただしの代わりや。赤の他人や。それがなんか文句あるか。なら問題ないんやない。何、まさかのお使いクエスト。まさかの話の分かるやつ。何、田所お前は暴力以外で解決しようというのか。こんな優しい世界があったとは知らなかったぜ。高覚せなんかよく分かんないけど、いっぱいもらえた。レベルがすごく上がった。いいクエストだったのかもしれない。七福通りの M ストアね。ありがとうございます。ヒントあざす、助かる。さすがにね、ノーヒント GG だわ。M ストア、確かに仕事が鉄砲玉だったら結局暴力か。確かにあいつは己で手は下さんけど、人には暴力を振るえと共有するやつ、強要するやつかもしれん。何、これ持てないんだ。看板、これも持てないだと。持てない。なんだここ持てない看板だらけじゃねえか。よいしょ。おーい。ねえよこの野郎。ほら顔面破壊。暴力の権限よな。冴島は暴力の塊だからな。
誰かのために力を振るえるということが、まあ、美徳とされてるからね、龍が如くの世界では。なんか物語って基本的には物は言いようだと思うんですよ。いつ何時でも暴力は振るわないって主人公が言えばそれがかっこよく聞こえるし、友のために暴力を振るえる男っていう、もう言い方よね、シチュエーションと言い方。結局はいろんな側面があって、どの側面もなんかその背景バフによってかっこよく見えるかどうかが決まるわけであって、お、あのマンホールの中なんかおかしくないか、これか、おサイの花屋の話だ。喋らない。俺は、あ、児童公園のマンホール、まさか正解だったんだ。やっぱ公園だったんだ。嗅覚だけは正しかった。嬉しい、嗅覚だけは正解だった。フラグを立ててなかったというだけで。近かったんだな、じゃあ近かったんだな、すごく。どけや、そのマンホールに用があんのや。よし、さてと、今日も暴力で片付けるか。すべてのお悩み暴力で解決、龍が如く4、冴島編、いくぜ。おりゃー、めっちゃビビってるやんけ。ビビりすぎやろ。おいよー、おいよー、はい、おいよー、はいやー、なんか棒落ちてるじゃん、ほら、よいしょ、はいはい、棒でつく、痛そう、金玉痛そう、なんて乱暴な戦いかな。いや、私は金玉の痛みとかわからないけど、金玉のこの棒が金玉にガーンやられることに関する痛みってみんなの方が詳しいんじゃないの、知らんけど。話せ。あ、連打早い、こいつ、こいつ猫背すぎんか。痛いんだ、死ぬんだ。痛いじゃ済まない、そんなに考えただけで冷や汗なんだあ、じゃあさっきのヒートえぐいね。はい、さいなら。そんなに痛いんだ、そんなに。ねえ、ここ無限にゴミ出てくる、嬉しいね。ここ無限にゴミ湧いてくるじゃん、ゴミ箱だしゴミ箱からゴミ漁って無限にゴミ出てくる、嬉しいって思ってんのちょっとやばいね、冷静に考えて。はぐれメタルさん、こんばんは。しかも長引く、何長引くって、金玉の痛みって長引くの、何、風邪治りにくい風邪か何かなんだよ長引くって。女の子もまた蹴られたらってか、また以外でも別に何でも蹴られたら痛いけどさ、何でも蹴られたら痛いだろ。スッと引かないのよ痛みが何、しばらくジャンプしてないと何ダメって何あー面白
だよ、ジャンプするって何？え、どういうこと？ジャンプするって。な、え？下から蹴られることで球が上に上がるってこと？ジャンプするか転がるか薄くなるか痛みをごまかすジャンプ頭が上に上がっちゃうとかじゃないんだ。なるほどね。あー、脱獄した話が回ってんだ。まあそりゃそうだよな。あ、またゴミだ。ゴミだらけじゃん、嬉しい。あ、出るにしちゃった。あ、おお、ついた。あ、上に上がってる感覚なんだ。清水さんこんばんは。あ、ジャンプできるのはまだ軽いんだ。何みんな金玉の痛みに解像度高すぎん。そんな痛めることある？なんなの？おもろ。ようやくおいでなすったようだな。なんやこれは。待ってたぜ、冴島大河さんよ。おお、やっぱスーツじゃない方が似合うね。俺を探し回ってたようだな。全部見てたぜ。何か聞きたいことでもあるのよ。どういう場所なんや？何年も昔に俺が作り上げたんだこの町をな。ここには各界の名士や著名人が訪れる。娯楽を求めてな、享楽を求めてな。花屋について。高評価ありがとうございます。みんな高評価をしてくださいね。金玉下がるんで、高評価を押すと金玉下がるんで、よろしくお願いします。まあ情報屋ですよね。これはなんかあれか、そのまあゲームを今までの作品をやってない人からするとチュートリアルみたいなもんかもな。あれ、秋山さんの時会ってないよね、花屋と。1000万円だけ。お使いだ。バイステンダーさんこんばんは。それあったからっていいわけじゃないんだ。はい、お決まりのデスマッチ。もうサイの花屋にね、一文なしでお願いした人はみんな闘技場ですよ、ほんとに。なんなん、え、傷を治す道具も使用禁止なんだ。マジ？飲み物禁止だって。大丈夫かな、私セーブしとくか一応。おなじみの闘技場。秋山さん会ってないよね。だから龍が如く4では初出ってことだよね、初で。行くぜ。 Ladies and gentlemen, boys and girls. Day 3632回。そんなにやってんの？地下闘技場トーナメント。3632回やってんの？優勝者のエキシビションデスマッチを行います。エキシビションデスマッチ。青コーナーより挑戦者冴島大河の入場です。青コーナー。25年前たった一人で敵対する組織に立ち向かい18人もの極道者を
この世から消し去った伝説のヒットマン、おー、裏切りと復讐の脱獄囚、冴島タイガー。裏切りと赤コーナーよりチャンピオンの入場です。復讐の脱獄囚、かっこいい。姿を現してから約半年間、百戦無敗、幾多の戦争をくぐり抜けた不死身の男、地下闘技場現チャンピオン、イワン・イブラヒモビッチ。イブラヒモビッチ、イブちゃん頑張れ。イブちゃんも応援するな、私も応援しろ。すごいスタンディングオベーション。特別ルールで行います。この戦いにドローはありません。どちらかの死をもって勝敗を決める非常のデスマッチ。なんか今までのさ、まあ、真島さんとか桐生さんとか、まあ、秋山さんも入れるけれども、今までの主人公と比べてこう相手を殺すこととか死というものへのこうハードルの低さが結構ありますね。痛い、痛くね。やっぱちょっと羽まで行くと何来るぞ。なんで自分だけそういうことできんだよ。よし、痛い、痛くない？痛い、え、強いよ。あ、もうなくなっちゃった、あれが。あ、追加ダメージ与えたかったけど。1、2、3、4。あ、ちゃんとヒット&アウェイしなきゃいけないのに。いてぇ。あと1ゲージ。痛い。なんか本気モード入った。やめて、いってぇ。サクが、あぶな。じゃいけないんだこれ。あぶね。あ、また来る。あー、痛い。逃げて。あ、4発目も来る。減らすことに成功した。うわ、ずるくない？さっきからなんかお前のターン多すぎ。あ、違う、もう掴もうとするのやめよう。足りねえ。あ、いって。あ、ちょっと待って、 HP が見えないし。あ、勝った。危ない。セーブ。ムハマドさん、ハンドさん、こんばんは。みそ、
殺したんけ。ひどい。どうなってんだこの地下街は。夜勤玉取って指名だろ。いや殺したら。一人増えても問題ない言うてやつはお前か。お前か。お前ら殺せ殺せ言うてるけどもやな、こん中でほんまに人殺したやつがおるんか。こら教えといたるわ。人を殺すっちゅうはな、人を殺すっちゅうはな、ごっつ怖いもんなんじゃ。25年前のあの日から俺は毎日必ず夢を見る。18人殺した日の夢や。殴ったやつの頬の感触、骨が砕ける瞬間の音、悲鳴、死んでいったやつの顔、全部が事細かに夢に出る。死んだ人間の家族に申し訳ないとか、そんなんは当然思う。せやけどな、せやけどな、そんなもんちゃうねえ。人を殺したらな、殺した人間は恐怖から逃げられへんねん。毎日毎日怖い思いせなあかんねん。それがどんなに苦しいことかお前らにわかるか。くだらんこんな勝負は俺は降りる。いやなんか西島の本音が垣間見えましたね。ケンケンさんこんばんは。ゼファーさんこんばんは。いやー
殺しの重みを知ってる人は殺したものだけなのかもしれんな。まだ人を殺したことがない俺たちには冴島のことは本当には理解のできんのかもしれん。わからん。この視聴者さんの中にやむなく人を殺してしまった過去がある人もいると思うけど、ちょっと待て、やっぱりあんたはただの殺人鬼ってわけじゃなさそうだ。見極めてたんか花屋。もしあんたがイワンを殺そうとしていたら、俺は頼みを断るつもりだった。なんやと。ここの観客は血を求めて集まってる。だが俺は殺し合いをさせているつもりはねえ。あんたが人間としての感情を持ってることが分かって安心したぜ。あんたのための義理である。些細な居場所を教えてやるぜ。なるほどな。ああ、イワン・イブラヒモビッチ、ピンピンしてるよ。あんたの頼みだったな。25年前のあの事件の後、ササイがどうなったか。第4章ですね。確かに。あ、このイベントで龍が如くシリーズ最推しが冴島さんになった。なるほどね。なんか龍が如くってさ、その殺しをするかしないかのラインに大きなさ、こう重きが置かれてるだと思うんだけど、今まで1とか2とか0もそうだし、まあ、真島も殺す殺さないであったし、桐生も殺す殺さないとかあったし、殺したものと殺さないものの差みたいなのはさ、こう明確にこうあったと思うけど、でもさ、殺したサイドのさ、こういう胸中みたいなのって今までそんなに出てこなかったじゃん。まあ風間さんとかもさ、バンバン殺してるけど、願わくば何も殺したくなさそうなだなぐらいで。だけどなんかこうね、冴島のことを考えると初めてね、こう殺した側のお話が聞けると、なんかこういう感じなんだっていう。25年前引退した笹井は上野清和会に命を狙われるようになった。その結果姿を消したんだ。数ヶ月後、ある男が半死状態の笹井を蔡の河原へと連れ込んできた。ある男が、笹井はホームレスとなった。ああ、一度は命を落としかけてホームレスになったものの、今も神室町で生きている。笹井という人間ではなくなっている。今連れてこよう。記憶がなくなってるとか。あれが親父。半死状態の笹井をこの場所へと運んだのはあの真島だ。真島はお前の代わりに笹井を上野清和会から守ろうとしたんじゃないのか。あ、う、親父。親父。親父。笹井の親父。親父。冴島です。今帰ってきました。この男に自立した意識はない。いくら話しかけても反応することはない。親父、俺です。帰ってきたんです。親父。さあ親父。
ことに。なんで、なんでや。冴島ちょっとさ、過去一辛すぎないか。なんか、かわいそすぎないか。他の人たちに比べて。このあとどうするんだ。俺にはあと一つ確かめなあかんこと、真島のことか。そうや、25年前本当は何があったのか、それを真島本人の口から聞きたいんや。俺の25年がどういう意味があったのか、それを確かめんと死んでも死にきれん。カムロ町のマンホールに出られる。他にもカムロ町に入れるマンホールがある。冴島ちょっと別格に辛すぎないか。そもそもの存在が。存在がちょっとありえないほど辛い。設定がもう辛い。いや、そう、こんなに辛い人生なのに優しさに溢れてるよ。冴島サイドからしたら、真島なんてさ、まあ言うたらってひどいね、裏切りを したとね言われてるわけだけど、それでも真島のことをさ、ちゃんとこう真島の口から聞くまではねって思ってるところがかっこいいじゃねえか。町のゴミもちゃんと拾ってな。偉すぎんか。町のゴミもちゃんと拾って。いや、25年も刑務所にいてまださ、人を信じようとしてるところもまた。いや、こいつ育ち。な、何ですか。道場始まったけど謎の道場始まったけど、道場イベント何ですか。何ですか。門下生たった一人。実は私めちゃくちゃ弱いんです。格闘技理論がありますから。チャンピオンを育てることを夢見て自分なりに頑張ってきたつもりなんですけど、なるほど。どういうこと。激しいなこいつ。ひでちゃん、門下生、唯一の門下生。新人トーナメント、闘技場の話か。なるほど。推薦枠と聞きましたよ。よろしくお願いします。練習メニューを組んでもらいます。こいつを育てるってことか。なに、パンチ練習。
キック練習、グラウンド練習、筋トレ、実行。何？何なんだこれ。始めた理由ですか？あんまり褒められた理由じゃないんですけど、ええから言ってみ。実は好きな女の子に振り向いてもらうためなんです。はい、僕が長い間思いを寄せてるまやこちゃんという女の子がいまして、すごく可愛くて優しい子なんです。できることならまやこちゃんとお付き合いしたい。なるほどね。動機なんか何でもいい。一度決めたことは絶対にやり遂げる、それが男や。お前もほんまにその子のことが好きならしっかりと頑張らな。いいぞ。モチベを上げることに成功した。おー、よしよしよし。もにゃもにゃ。あ、その子は落合福士くん？落合監督の息子？まさかあのお坊ちゃん、龍が如くに登場してるだと？何？今声優をやってるってね、伺いましたけど。何？何やってんだ。話しかけに行きたいのに。いけないんですけど。あ、いけないじゃん。なんだよ、喋りたかったのに。進めてったらいけるようになるのかな。クソ息子とか言わないの。そういうこと言わないの。能力強化ができます。お口が悪いわよ。汚い言葉を吐いたら歯磨き5回はしないとね、治んないからね。ちゃんと毎日歯磨きしたら5日間でようやく洗浄されるから。なんかちょっとガードあんまりしないけど、あ、これいいじゃん。あれ警察のマークか。はいはいはい。すごいクライマックスというか、なんかいい感じの音楽流れてきてるけど、おっぱ、こうやっていくんだ。あそここう回りで、今だ今だ今だ。え、屋上？なんでここなんだ。あ、屋上と地下を使っていけって言った。あ、こいつら秋山さんとこのあいつらじゃねえか。みじじゃんさん、こんばんは。歯磨きしな。てってくてってって。何？沖縄であった、神山です。あ、俺もどさくさに紛れて逃げられました。あんたに比べたら俺なんて小物もいいとこなので、追っても特に。おお、武器
きいね。よかったよかった、一緒に逃げれてよかったね。わら、ね、本当に脱獄した人っているのかな日本に。日本に脱獄囚っているの。もう現状脱獄って難しいんじゃない。あ、いるんだ。いるんだ、すごいね。海を渡った人もいるんだ。あー、スカイファイナンスは入れないんだ、さすがに。そこは交差してくれないんだ。スススッとスススッと、ここ地下に入る。地下に入れ言うとるのか。なんだ、車の中の人殺し屋っぽい。あ、携帯がないからあれか、携帯がないから口コミで典型が来るってことね。車の中の人、あ、酔いそう。向こうに止まってる車に、あ、酔いそう。あ、これくるくるしてたら酔うかも。無理だ、点検無理だ。ここの地下ね、さっきも酔いそうだったのよ。点検無理かも。どうやって脱獄するの教えてくれや。ダメよ、あなた脱獄しちゃうでしょ。確かに久世さん脱獄してこないね。ゴミ拾いまくってるけどさ、今日ゴミ、解雇できるマンホールのとこ行けんやって。前から酔ってる、わかる。冴島編きついな、普通に。申し訳ないが、ファンには申し訳ない。私の能力的に冴島編ちょっときつい。冴島編が悪いんじゃないか。みそちゃんの三半規管の衰えがこのゲームをきつくさせてる、マジで。冴島さんに罪はない。なんか酔うとあくび出てくるわ。なんか体がなんかどうにかして休もうとしてる。あ、チュートリアルおばさん、おお。あくびしちゃった。眠いとかじゃないんだけどね。なんか酔って体が休もうとしてる。フォーはなんか異常だな。異常に酔う。ほんで。
ち。いや、こっち行けなさそう。あ、こっち行けるな。スンスンスン、おし、いけるいける、いいぞいいぞ、今だ、走れ。あ、いる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 、こう紛れよ、人混みに、人混みに紛れてこういうことなんすわ。あ、いける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 、いけたー。あの警察の後ろをスッとね。何？どっから行くんだこれ。こっちじゃなかったのか？いや、いけるな。見回りの隙をつくんだ。いけるいけるいける。ゴリ押し。いったー！マホール。ナイス。HH さん、こんばんは。酔ったわ、わかる。一緒だわ、よかったー。あ、これなんか細い構造でぐるぐるしなきゃいけないという行為が酔わせてるんでしょうね、私を。ええ、気温は探索きついね。確かにでかくてロン毛でめ、うわ、これで色んなところに行かされるな。合ってるこれ道、本当に。あ、合ってそう。ナイス、来たー。あ、ゲロ吐きそう。取り消せ。何？南真島の。すまん、佐島の旦那、この男が勝手に入ってきて。誰よ、誤解を与えるようなことしないでよ。真島組の南っちゅうもんや。あんたが佐島さんか。真島組やと。何しに来たんや。まあ待てや、俺は喧嘩売りに来たわけちゃうんや。あんたを訪ねてここへ来たら、このおっさんたちが飛びかかってきたもんで、ついな。うちの親父があんたに一度会いたいそうや。なや、昔兄弟分やったらしいやないかい。真島が。で、明日の夜事務所に来いって。事務所はあのミレニアムタワーっちゅうでかいビルの一番上のフロアや。まあうちの親父のこっちゃなんや、危ない遊びでも考えとるかもしれん。せいぜい準備万端で来ることやな。おいお前、真島に言うとけ。中途半端な答え用意しとったら、そん時は容赦なくてめえの玉やるってな。なんや、あんたうちの親父とやり合う気なんか。死ぬであんた。ほな。最後は真島と戦うんか。これゴミのとこ行けるよね。あれ、ゴミのところってこっから行けないっけか。
詳しい人。あ、きっつ。もう階段きつい。ごめん、もう無理だ。4の探索もう無理だ。ごめん。劇場の近くのなんちゃらかんちゃが、なんか張り紙とかもらえたけど、もういけねえ。もう読み上げることもできない。ちょっとおえっぷってなっちゃっておえってなってる。おえってなってるからごめん。本当はなんかちゃんと読みたいんだけど、おえっぷってなってるから。あ、田所の使いのものです。なんだ、あ、竜宮城ね。へー、これメインじゃないよね。これだってサブクエストの500万円のやつじゃんな。あ、ダメだ、ちょっと無理かも。ごめん、私無理だ。もうその場所に探索みたいな感じで行くことかなわず。回復アイテムぐらい買いに行きたかったけど。休むか、さっさとメインを進める。その決着をつけてグルは25年。やはりまだ地上は警察のやつらであふれ返っています。ここから地上に出てそのままミレニアムタワーに行くのは不可能でしょう。面倒なんですが、ここは一旦劇場の北から地上に出て、ミレニアムタワー上から地下に入って七福パークに出てもらって、だーくぞ、あかん、あー、またうろうろさせられる。最後に俺に一つ教えてください。冴島さんは後悔してないんですか？25年ですよね。いくら親父のためとはいえ、25年もの時間たった一人無所にいて、それで後悔はないんですか？なんでそないなこと聞くんや。いや、ちょっとどうしても聞いてみたくて。そうか、お前も今からなんやでかいことでもしてかそうと思てんのか。それで迷ってんねやろ。後悔か、ないことはないな。人をこの手で殺したっちゅうことは後悔しとる。後悔しきれんくらいにな。せやけど、親父のために無所に入ったとか、それが25年も続いたとか、そんなんは後悔してへん。どうして冴島さんはそんなに強いんですか？別に強ないよ。ただこの世界に入るときに兄弟と決めたんや。極道中生き方を貫こうてな。人からはヤクザ言われるかもしれへんけど、俺は極道っちゅう生き方をプライド持って選んだんや。俺の極道は仁義のためにあるんや。冴島さん、25年前、もし俺があの場から逃げ出しとったら、そんな仁義に反したことした自分が許せんようになって、今よりもっと後悔しているはずや。
トちゃん、腹くくれ。極道の勝負っちゅうのは一度しかない。自分の人生かけてでも勝負する価値のある瞬間が来たときは腹くくって勝負せえ。後悔する生き方だけはするんやないで。はい、頑張るんやで。ほなな。どうにか助からんか。冴島と真島ニコニコ同じ組で背中預け合って戦うエンドないんか。そういうパラレルダメか。言うて真島も不器用だからさ。なんかさてと、きついきつい。ゲームオーバーになるだと。結末知らないから言わないでくださいね皆さん。本当それだけはもう言ったらもうバンよ。あかん、セーブできんようになってしまった。どういうルートって言ってたっけ。地下と屋上はテウス。いや、ミレニアムタワーは本当に不吉。さてと、こっちか。いやー、ミレニアムタワーの後ろから。後ろからって言ってたな。後ろから地下を通るってだっけか。でも赤いのがあるからここで正解なんだよきっと。ふぅ、正解正解。おいぞ、迷わないようになっている。ありがてー。あ、これヨウ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 ですよですよの最近はヨウことばっか。さてここから出て、ここをどうにかなんかよしななタイミングでここや。あかんかんかん。いいぞいいぞいいぞ。オッケーオッケーオッケー。タイミングバッチしたよ。いいね。あともう一人いるぞ。ここにいるけど、これはこっちを通ったらいけた。いいぞ。立ってるところは通れなくて、見回りしてるところは危ないってことだよね。あれは立ってるだけだから大丈夫っつうことよ。まあ一応歩くか、怖いから。危ない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 ね、危ないね。ここ屋上だ、屋上を通ると。ふう、
目悪すぎだね、あの警官の人たち。顔を覚えてないんじゃん、冴島の。はあ、どうにか死刑囚じゃない感じにならんかな。ここだ。あ、パーキングね。はいはいはい。オッケーオッケー。はあ、はあ、取り消せ。取り消せ。なんとなく外側を見て。典型来ない。典型っぽいものがないか、なんとなくね。でもちょっとくるくるってすると気持ち悪くなっちゃうから。何？場所が違うだと。ここだと。ここか。マンホールがここにあるのか。そもそもね、神山追ってる説あるから、あいつら。来たー。あ、ここゴミのところじゃないの？よし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 、ゴミいっぱい持ってるよ。回復薬と交換して、やった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 。よしよしよし、最終決戦なのかわからないけど、真島と戦いそうな予感がするから、その前にここでゴミを回収してくれるって寸法なのか。お、1900も手に入れた。あ、なんかあそこにある。あ、コインロッカーの鍵一個も開けてないや。2000点でしょ。まあ、スタミナ X をちょっと買えるだけ買おう。 OKOK、 いいぞ。もうこの揺れが、この揺れが、あ、こっちじゃない。言葉を失いつつある。いや、方向転換しただけで気持ち悪くなるよね、見てるみんなも。そうだよね、ごめんね。でも私のせいじゃない、これは酔いやすい気がする。スパイスさんこんばんは。あ、真ん中にちっちゃいシールね。確かに言うよね。さあ行くぞ。ああ、あんたが本物の冴島さんなら俺らをぶっ倒せるらしい。そうか、テストってわけか。俺もあんたがどれほどの男なんか試してみたい。本気でやらせてもらいます。うちの親父が認めた男や、遠慮はいらん、殺すつもりでやったるや。いや、見てくれ。どうしてそんなことするの、マジマ。マジマは恨まれてると思ってるからね、その口ぶり的に。まあ今は知らんけど、
やめろやめろ。なんかちょっとやっぱため攻撃当てるの癖あるな。よしよし、離せ。パンチ、ほら、なんか拾った。もしかして私攻撃力低すぎないか、なんか育成できてない気がする。でもしょうがないよな大して育成もしてないし、あるよあるよという間に。お勤めご苦労さんですって言ってもらえる組長たちももういなくなってるから。いやでも後悔してないんだね、冴島は。その殺したことを後悔するとかあっても、そのなんていうの、まあ言うたら意味がなかったというかさ、こう親父はあんな風になってしまったし、組はなくなってしまったし、だけどあの時やらなかった自分とあの時やった自分でどっちがなりたい自分だったかみたいな問題だよね。噛み砕いて言うともっと複雑なあれではあるんだろうけど。来た来た来た。みんなはなりたい自分になる努力をしてる？ちなみに難しいよね、なりたい自分になることって。毎日をなりたい自分になでいれば必然となりたい自分にはなれるんだけどさ、こう大人になっていく中でそういうこういろんな社会の常識とかさ、やりたくないこととかまあいろいろある中で、自分らしくいることって難しいよね。彼らはやっぱまあ極道としてというか、極道であるということに重きを置いてるわけだけど、かっこいいね。ててててて、どんぐらいの HP が残ってるかが自分で相変わらず見えないのがちょっとだけ不便だけど、なんかもうすぐな感じはしてる。なるべく HP が多いやつを極みで見つけていきたい。これ便利だな。これ便利な AOE だな。これめちゃくちゃ便利だな。なんかどっかで手に入れた。これめちゃくちゃ便利だな。おらおらおら
ぜ。かぐまねさん、マジマがさ、まあ認めた人って現存するって言い方もあれだけど、現存する認めた人ってまあ言うたら桐生ちゃんと佐島だもんね。さ、能力強化と。さっきの延長戦じゃん。あ、これ取ればよかったな、チャージフィニッシュ。これは発動しなさそうだからいいか。おーおお強いじゃん。殴られた。ヒート使っちゃうんだな。でも確かに冴島さんマジで大暴れだよね、これ。トンチまで来てすごない？よいしょ、投げる。素手だし、なんか今歯みたいなの取れなかった。大丈夫？なんか最初も今歯取れてない？大丈夫そう？てててて。でも意外とさ、 HP は削れてないんだよな、こっちの。よいしょ。なんか白いの飛んだよね。誰ほどの男か試させてもらいます。確かに五分の兄弟は冴島さんか。まあ桐生ちゃんにはちょっと先輩風吹かせてるしな、若干。さすがにこいつと毎回戦わされてない私。よいしょ。あ、来た来た来た。極み。頭ポーン。追い詰めろ。いやだ。痛い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 。さすがに強いな。このピャンピャンみたいなの、何？これ回復か？まさか。ピャン。あの音鳴ると危ない。痛い痛い。避けて。なんでお前の攻撃が優先されるんだよ。相変わらず。ずるいずるい。私だってあ、そう。なんか敵ってずるいよね、龍が如く。なんでこのヒート状態みたいなの解除されない。あ、来るぞ丸。
バツ四角バツ四角三角 OK。 このかっこいいモーション全く見れないから、あの四角いところしか見てないんだから私この時間。ほんま来るぞ、なんかゴクゴクしてる。なんだよそれ、獅子王誠じゃん。なんかすごい、どういう類いの技なんだよそれは。あ、やばい、三角まで行くと隙がさすがにでかすぎる。2発までしか。あ、3発までいけないんだ。あい、まだあるんか、まだあるんか。いって、さすがになんか飲み物飲むか。ごくごく、いっていっていった。ずるくね？なんで掴めないんだよ。もうちょっとなんだよ。やばい、避けれる？無理か？いた、熱々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 。ふざけやがって、ずるずるずる。これどうしようもないな。あ、よ、避けれない。つるくね、あれなんだよあれ、あの技。あっか、あぶね。ああ、なんで敵優先なのいつも。で全然攻撃できない。避けられもしないんだよな。3発まで行きたくないんだけど、3発までなんか行っちゃうんだよな。入力が難しい、2つこれで避ける、2発で避ける。モーション見る前にいった。当たんのそれ、うやっば。それで近づいて2回押して、危な、赤。これを見てから長くね、2発、あ、2発避ける、2発、あかん、2発、あ、2発、2発っていうか2回ちょんちょんって押してモーション見る前にバツを入力しておかないと。あ、ダメなんだ今の。うわ最悪。本気がマジで入んないな。これで入力。
落ち着けってお前。おいぞ、これの後はまだ攻撃できる。はいはい、ふざけやがって、なんですぐガードすんだよバカか。あとちょっとなのに。もうゴリ押しだな、こうなったら。でもちょっとゴリ押しもきついんだよな、結局ガードもされちゃうし。ちょっと待ってね、これが終わってから。はい、これマジで無敵状態なんだが。あれ終わった後なんか急に、ちょっとふざけやがって、マジで強いなんだこいつ。これの後なんか、なんでこう、あ、入った入った、あ、ちょっと削れた。ようやく自分の体のところまで来た、 HP バーが。OK、 ここでで、一旦下がる。酔ったらごめんね、みんなクルクルしてるけど。ここがなんか無敵なんだよな。なんで、あ、逆、逃げる方向逆になっちゃうな。ひえ、あと背中の方まで回れば。いや関係ないな、あとちょっと、あとちょっとなんだけど、これマジで飲んでる間も飲み終わった後も無敵なんだよな、やば。はあ、はあ、もうちょっとなんだけどな。ほらまた無敵じゃん。あー、ずるずるずる。もうこれでいくか、これで、あ、これゴリ押しいけんじゃないの。いったね、反撃きた。あー、くそか。ねえ、もうこの反撃うぜえ、マジでやばいでも確実に減らせてはいる。やめろマジでふざけるな。あ、今のチャンスだったかも。そんな反射神経はない。ふざけやがって。回復薬がなくなっていく。嫌だな。でもこれね、マジマとは戦わない気がするんだよな。いや、どうなんだろう。マジマが倒れる姿って見たくなくない？キリュウさん以外に倒れる姿。こう考えると戦わない気がするんだよな。さすが兄弟や。さすが兄弟や。部下に影響いくしとるみたいやな。倒せた。あ、辛かった。まだ、俺は終わってへんで。ルイスマンさん、こんばんは。来た！会合。お、親父。待たせたな、兄弟。マジマ、お前にはいろいろ言い訳せなあかんねや。場所変えようか。ちょっとつらかせや。警察も近寄れんやろ。
行こうか。マジマー行きたいところまでこれやってんのえぐいな極道ロードやレッドカーペットならぬ極道カーペット出来上がってるよ。やっぱやることが派手だな。俺とお前の遊び場や。あそこは バッティングセンターだ。さあ、行くで。俺らの思い出の場所にな。ソラさん、こんばんは。久しぶりに歌えへんか。真島殺される気なのでは。真島。俺がなんでこの町に戻ってきたんかは分かっとんのやろな。些細のおじきに会うため、それに俺への復讐ってとこやろ。それが分かっとんのやったらなんでこんなことしてんねん。俺は25年前の裏が知りたいんじゃ。なんでお前があの日来えへんかったんかを知りたいんじゃ。答えろや、兄弟。何してんねや。早くこっち来いや。忘れたんか、俺らの約束。一度この世界に足を踏み入れた以上、義理は貫き通す。絶対に口は割らぬ。それをもし裏切ることがあったら、その時はたとえ兄弟であっても殺す。俺らが兄弟の杯交わした時の約束や。忘れるわけあらへん。今でも一言一句覚えとる。どんな理由があろうと俺はお前を裏切った。些細の親父を助け出せんか。真島脱げや兄弟。昔みたいに殴り合うて決着つけて俺に言い訳させてくれや。お前が俺に勝てたらの話やけどな。嘘だ。舐められたもんやな。連戦なんて嘘だ。マジか。まだ体はダブついてないよや。25年間無所で毎日鍛えられとったわ。ノーノーと暮らしとったお前とはちゃう。それじゃこっちも手加減なしで行かせてもらうぜ。望むところへ。嘘だ。これ負けたらさっきのところからやり直しじゃん。これじゃあな。マジマと戦うことが物語的にも辛いし体力的にも。ちょ待って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 、一旦強化しよう。何か起死回生の何か強化があるはず。起死回生の強化ないか。なんか
あかん。起死回生の。あ、刃物攻撃。これでも私ガードしないしな。ちょっとガードしないしな。これだな。これだ。これだ。これで起死回生。いくぞ。はあはあ。俺に残されたのはスタミナ X2 が4本、タフネス GG が1本、スタミナ X が1本、そしてタウリナ、そして柔らかいゴミと広角石。柔らかいゴミ何するって言うんだ。ちょっと待って待って、あ、回復薬が落ちてるじゃん。ナイスナイスナイス。ちょっとやめて、落ち着いて。お腹。これで一旦タウリナを入れて、これで、あ、ヒートないんだっけバットって。あ、いってー。ちょっと待って待って待って、マジマさん、ちょっと待って。兄弟今出所したところなんだって。出所したところ、ちょっと手加減して。兄弟頼むって、バカお前。兄弟お願いよ、やめてよ兄弟。そんなひどいことじゃないね。いってー。ちょっと待って、オッケー、いいよ。どっかの技をちょっと見極めよう。はい、いって。あ、まだでも光ってないときは来る。四角、待つ、おお、丸、三角、なでー。今避けたのに。ちょっと待って、紫モードのマジマさんマジ強い毎回。あちょっと待って、これさ時間経過で治ったりすんのこの紫。ちょっと待って待って待って、無理だが。何これ、なんかその他使えそうなものない？バット以外、バット以外、バット以外ないんけ。今日もう言い切り立ってるから。あ、どういう、ちょっと待って、何それ。ちょっと待って、無理、何今のリンクかよ。あ、チャンスだ、今の後はチャンスなんだ。ちょっと待って、兄弟頼む。これ無理そう。ピュアになんかちょっと勝てる未来があんまり見えない。ちょっと待って、いった、ピュア殴りでこんなに飛ばされてる。いや、これ貯めてもさ優先度が低いんだよな。どうしよう。いける、やっぱ3だな。ちょっと一旦この紫になる前をダメージを減らして、丸、三角、四角で、この後来るぞ。結局この後来るんですよ。結局この後来るんですよ、マジで。いい意味な。これ逃げてたら紫なくなるんかな。一回逃げてみる。一回、ひたすら逃げてみる。あの、リンクモード来るんじゃない、そのうち。バッと持ったらさ、ガードできたりしたいかな、あのリンクモード。おい、やめろマジで、やめろマジで。来た、あ、無理だ。ちょっと待って待って、これマジふざけてる。オッケー、あ、今の
紫終わった。おー、試練だわ、互角。はい、離れて、23離れて、1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 23、いや無理だ、一旦離れよ、逆、123離れて、離れ、来る、三角、四角、バツ、丸。でもどうせここから結局月が来るよ。リンク来るからパッと拾っといて、リンク来るよ。スマブラのリンクなんよマジ、あれ、あの技が最後なんだ、紫の。オッケーオッケー、離れて離れて、来るぞ。来た来た来た、ガード、あはダメだ無理すぎるいいよ。オッケーオッケー、行って、おしよし、紫終わった。あー、ラストゲージ、ちょ、今のうちに回復しとこう。はあはあ、あ、なに、コンボ技だったか。糸めっちゃ減った、今飲んだとこなのに。まさひろさんこんばんは。離れる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 、いったー、やったわー、走って、痛い痛い痛い、血顔じゃない、さっきから思ったけど、血顔いない、この戦いに。いたいた、ほら血顔いる、血顔いる、なっちゃうの。ちなみにこのストーリーは、どうしたんや兄弟、もう終わりなんか、もう終わりやっちゅうのか。兄弟、なんや、お前も俺も変わったな。そうか。昔はもっとギラギラしてた。いつの間にか俺もお前もええ親父になってしもた。
お前の関西弁も板についとるやないかい。あ？なんや、バカにしとんのか。チューするかと思った。いや、ちゃう。ただな、昔のお前は、やめて、横棒をやめて。もっともっと強かったような気がするんや。だいたいその眼帯はないんや。そんなもんしとるから。これは関係ないわ。もうこの目とも25年の付き合いやからな。25年。せや、俺や些細のおじきがお前を失ったあの日、俺はこの左目も失った。なんやと。まあこんなわけや。まあ両目があった頃よりも実際弱くなってしもたのかもしれへんけどな。まあ元が強かったからちょうどええわ。兄弟。あ？その左目、あの事件に関係しとるんか。お前があの日こんかったんはその目に関係してんのか。教えてくれや兄弟。あの日、あの時、なんでお前は来られへんかったんや。あの上の清和会の襲撃計画、あれは多分仕組まれたことやったんや。多分。せや、せやけど確かめようにも確かめられへんねん。なんで。俺らをはめたかもしれんやつはついさっき殺されたらしい。誰なんや、そいつは。柴田や。柴田和夫。おそらくやつが些細のおじきやお前、それに俺をはめた張本人や。うわ、つながった。第二部か。つながった話が。鼻水出ちゃった。柴田の親父殺されたんだ。うわー、クソゲーだな。何にも噛んじゃないのに。くそー、気になるところで終わりやがって。また今日も私を辞めさせてくれない。もうグロッキーなんだって。ちくしょう。プレイヤーの気持ちはわからないゲームめ。辞めさせてくれや。1985年4月24日。こないなとこ呼び出して何のつもりなんすか。しばらく会わないうちに関西弁うまくなりましたね。よく努力されてるようだ。島野さんが目をかけているのもよくわかります。せやから何なんすか。用があるなら早言うてください。柴田礼服ですか。今日は誰かの葬式ですか。いや、それは別に。ああ、そういえば笹井のとこの冴島も今日は礼服を着て出かけていったみたいです。そうですか。
単刀直入に言います。今日の上野義治の襲撃、真島さん行かないでください。どうしてそれを。あなたと冴島は今日出所直後の上野義治を都内のラーメン屋で襲う、そういう計画ですよね。はい。実はあの計画ちょっと問題がありましてね、予定を変更させてもらうことになりました。どういうことや。上野清和会を今潰すのは得策ではない、堂島組長がそう判断したということです。何やと。そう興奮しないで、これはあなたが所属する堂島組が決定したことなんですから。柴田、ちゃんと説明してくれや。そもそも今回の上野義治襲撃の計画、あれは堂島組が都内の島拡大のため計画したのがことの発端です。そうなんだ。その計画を堂島組は笹井組へと託した、そこまでは知ってますね。なあ、せやから堂島組の俺と笹井組の冴島がやることになったんや。そうです。でもこの計画何かおかしいと思いませんか。何がや。我々東条会はどうして出所直後の上野義治が都内のラーメン屋に来るという情報を知り得たのか、考えてもみてください。2年もの間刑務所に入っていた人間が出所直後ラーメンを食べるなんて陳腐な行動に出ると思いますか。上野清和会の総長ともなれば、組が用意した方面祝いに向かうのが常識です。それはおかしいんですよ。この話は最初から裏の内通者によって仕組まれた可能性が高いんです。内通者。狭く人目につかない郊外のラーメン店、襲ってくださいと言わんばかりの場所にわざわざ出所直後の大物が行くと思いますか。それじゃどうして上野は。おそらくこの計画、裏で上野清和会の裏切り者と東条会の裏切り者とが手を組み仕組んだものなんです。裏切り者やと。ええ、上野が出所後そのラーメン屋にやってくるという情報を出した人間、それを仕入れた人間、それが上野清和会の裏切り者、東条会の裏切り者ということになります。それは誰なんや。東条会の裏切り者は分かっています。笹井秀樹、今襲撃に向かっている冴島大河の親、笹井組の組長である笹井がこの情報を仕入れた張本人です。笹井のおじっき。笹井は上野清和会とつながっている。笹井は東条会に上野が現れる場所の情報を流し、わざと我々が襲撃するよう促した。どうしてそんなことを。戦争を起こす気なんですよ。戦争。笹井は東条会が上野清和会に手を出すきっかけを作り出すことで、逆に上野清和会が東条会相手に戦争を仕掛ける理由を作り出そうとしているんです。そないなことして何の得になるんや。さあ、そこまでは分かりません。ただ上野清和会にとってはこれ以上ない戦争の大義名分が出来上がる。何せ先に手を出したのは東条会なんですからね。きっと笹井は上野清和会側の内通者と手を組み戦争の事態収拾に動く。そうなれば笹井は一躍東条会の幹部候補として名が売れる。そんなとこでしょう。真島さん、今日の襲撃、堂島組の人間であるあなたは言ってはいけない。このまま襲撃に向かえば堂島組長、いや島野さんにも迷惑をかけることになってしまいます。真島さん、私の話聞いてますか。兄弟はもう向かってんねや。じゃあ俺はどうしたらいいんじゃ。真島さん、あんたは俺に兄弟裏切れっちゅうか。
このまま見殺しにせっちゅんか。落ち着いて落ち着いて。俺は行く。たとえどんな裏があってもかまへん。俺にとって佐江島はたった一人の兄弟なんじゃ。真島さん、でもそれじゃああなたの身も。うるせえ、関係ないわ。こっちはそないのもとっくに捨てる払ってきたんじゃ。そうですか、それじゃ仕方ありませんね。おい、こういった手荒な真似はしたくなかったんですが、残念です。柴田、あなたにはしばらくの間ここで暮らしてもらいます。柴田、野郎だ、この人数相手に手こずらせやがって。いい根性してるぜ。さすが襲撃を任されるわけだ。いいか、俺たちは親父の命令であんたをここに監禁してるわけだが、殺すなとしか言われてねえ。つまりだ、暴れたあんたを落ち着かせるためなら多少の傷を負わせても何にも問題ねえってわけだ。例えば目ん玉の一つくらいだったらな。さあ謝れ、泣いて俺に詫びろ。でけへん。何、俺が頭下げれんのは自分の親父と自分が認めた男だけや。それじゃあ覚悟はできてるってことだな。目ん玉一つくらいでお前には頭下げん。頭下げてたものの重みを感じるわ。ああそうかよ、龍が如くの。あ、いてぇ、まだ痛い。答えろよ、なんでお前あの日スカイファイナンスの前の現場にいたんだ。仏の顔にお前の指紋がべったりくっついていた。死体に素手で触れるデカがいるか普通。おいてめえ、俺の話聞いてんのか。聞いてんのか。聞いてんだよ。し、来い。なんだお前。こいつ。お。何聞いてやんだ。てめえ、こんな時に競馬か。たくどうなってんだよ、生活安全かよ。まあ、そう目くじら立てないで。ああ、もういいですか、時間ないんで。時間だ。おい谷村。なんすか。一つだけ忠告しておいてやる。一人で何を嗅ぎ回ってるのか知らないが、妙なことに首突っ込んでると親父さんの二の舞になるぞ。なんだ
何見てんだ。いや別に。ご忠告どうも。どこ行く。見回りですよ。ケイラは生活安全課の基本ですから。何が見回りだ。どうせ違法営業店を脅して口止めに賄賂もらったりしてんだろうが。まあご想像にお任せします。それじゃ。うわー、ナリミヤ君似合いそう。ナリミヤ君バージョンやりてー。ちょっと似てるけどね。アニムラ君、ちょっとアニムラ君。よかった追いついて。ナリミヤ君バージョンやりたいよ。本当に絶対似合うじゃん。ねえ、ナリミヤ君バージョンはナリミヤ世代。わー、いいなー。ちょ、自宅にはあるからさ。プレステ3がないけど、いやこれはこれでいいんだけどね。え、この谷村のモデルは何なの。君に何万も取られたって人から通報があってさ。教えられないよ。仕返ししちゃうかもしれないでしょ。君がそんなんじゃ君のお父さんに顔向けできないよ。君を生活安全課に引っ張ったのは僕なんだからね。すいません。この谷村はモデルいないの。さあということで、なんかあれだね、こう終わった後でいろいろ話したくても怒涛の次の章が始まるから総称的なのはできなかったが、結局今のところ25年前にどうなったんだ。ちょっとまとめると、25年前に上野清和会の組長の上野が出所するタイミングでラーメンを食べに行く予定だったから、それを襲撃しようと思ったけど、まあなんで、なんでその情報があるのっていう話だったんだよね。まあ本当かどうかは別としてね。で、柴田が柴田組長が上野清和会と笹井組の裏切り者が上野清和会を潰そうとしてるってことだよね。合ってるかな。これ柴田曰くね、上野清和会のを潰そうとしてる。で、堂島組はまだ消えちゃ困ると。まだ上野清和会に消えてもらっては困ると。消えてもらっては困る。
笹井組の裏切り者が、笹井組の裏切り者は笹井組長だと言うとる。などと申しておる。上の清和会の裏切り者は分かんないんだよね。などと申す。ってことか。あとはなんだ。あとは25人もね。で、真島が、真島目をくり抜かれる。悲しいよ。まあ柴田の言い分だけどね。で、まあこれが25年前ね。25年前で、現在は、柴田組長死んだと。長が死んだ冴島に真島がね、だからまあ真相が分かんないよっていうところだったんだよね。はいはいはい。ってことは、上野清和会の井原も殺されたし、柴田組の組長も死んだってことか。ってことは、現在、上野清和会の井原は死んでもいいのか、別に組長とかじゃないし、の組長誰が死んでんだ。なんかいっぱい死んでんな。柴田組の店長も殺されたし、大女優の店長も殺されたし、井原も殺したし、なるほどね。はい。で、新井が行方不明なんだよね。金村工業の新井が行方不明で、新井工業の金村も死んだんだよね。金村工業の金村も殺された。
リリに殺されたのか、これは。羽村工業、ちょっと待ってね。めっちゃ死ぬやん。あで、ちょっと待ってね。はい、まとめると今のところの謎は、まず東条会の親戚の上野清和会というものがありまして、上野清和会の上野さんは25年前に死んでる。でその上野清和会の井原っていうやつを、まあ、新井がね、金村工業の新井、三次団体ですね、が殺したのではっていうところが問題になったんだよね。問題になってたんだが、その金村工業の組長も何者かに殺されたと。はい。で、今柴田組の組長も死んだと。で、ついでに柴田組の大女優の店長も殺されてって感じだから、まあ主要な組長が死んで、で、かつ、井原と店長はリリが殺してるから、冴島の妹が殺してるっぽいから、まあ、他のやつも殺したんじゃないかみたいな話だよね。謎が謎を呼んで全く解明ができてないけど、まあこの骨組みだけ覚えておけば謎が解決した時にきっと役に立つはず。あ、上野義晴はまあギリ生きてんのか。病院なんだっけ。なんか寝たきりなんだっけか。でその代わりに出てきたやつが、そっか、組長の代わりにしゃしゃってきたやつがうるさかったっつう話だよな。これが葛城か。葛城が若菓子上野清和会の葛城が、もう一応組長の代わりに来たけどっつって、井原の落とし前続けろっつって、まあダダをこねてたんだよな。でそのダダのこね方が、新井の首をよこすか、真島をよこすか、ヒルズをくれっていうダダのこね方をしたんだよな。それでみんなで新井を探してるってところか。ややこしくなってきた。ちょっと来週までに、来週じゃない、明日までにちょっと整理しときます。ではまあ今日はキリがいいんでここまでにしたいと思います。すいません、まとめてる間に皆さん次の話があるかと思って待っててくれなかった、すいません。ちょっと一瞬ね、いろいろまとめたけど一旦寝かした方が定着するかなと思ったし、今日は9時から始めたのでもう3時間ぐらい経つのでね、切りもいいのでここまでにしたいと思います。明日また配信するのでよかったら見に来てくれたら嬉しいです。ななななさんこんばんは、クリスさんもこんばんは、スキニーさんもこんばんは、はーい、ロミニーさんもこんばんは、トゥさんもこんばんは。ちょっと対戦してたりとかしてこんばんはって言えなくてごめんね。明日も多分9時とか10時ぐらいから配信するので見に来てくれたら嬉しいです。ではでは今日は
終わりにします。はじめましての方、チャンネル登録、そして面白かったよって方、高評価よろしくお願いします。アーカイブをご覧の皆さんもぜひコメント残してくれたら嬉しいです。なー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 なトゥルトゥルトゥ、知ってるこれみんな突然だけどみんなこれ知ってる、あの最近流行ってるアドちゃんの新曲、なーなーなトゥル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 ルトゥ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 ル今日のあのみんなが龍が如くのことを教えてくれたから、みそちゃんからの若者豆知識教えてあげるから、おじさんこれ知っときな。あのアドちゃんの新曲で USJ で、あのユニバーサルスタジオジャパンでホラーナイトもやってて、今まではさ、ラッタラッタトゥ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 ヘンズアップラッタトゥ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 っていうのが毎年あったんだけど、今年からアドちゃんに代わって、アドにね、アドちゃんに代わって、タラタタタタラテルタタタタタルタルタタ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 タルルタルルタルタル、こういう踊りになったから若者はみんな踊れるから、おじさん覚えときなそう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 教えてあげるでは、お返しの豆知識でした。そうそう、はぐれメタルさんのそれ、ショーって読むのかな。なんて読むかわかんないけど。こうやって踊るんだから。では、おやすみさせる、おつりまたる、バイバイ。